14歳の少女を自宅に誘い乱な行為をしたとして24歳の男が逮捕されました逮捕されたのは愛知県高浜市の無職山口孝弘容疑者24歳です山口容疑者は先月13日高浜市の自宅で18歳に満たないと知りながら当時14歳だった中学3年生の少女に乱な行為をした疑いが持たれています 警察によりますと山口容疑者はことし2月に少女と名古屋栄の広場通称、ドン横で知り合いその後、家出をした少女を自宅で寝泊まりさせていたということです。